誰かが下にいる。湖の中に強大な力がある。それにとても歪んでいる。あの白いお姉さん？緊急事態！異空間の存在を探知した。共同だ。火力を集中して突破しろ。また変なものを見たですって。言ってはダメ。外は汽車だらけよ。あなたはダンスの天才。変人や狂人になってはいけないの。私が代わりに喋るから、もう喋らない。あなたは伝説になるわ。踊るだけで運命を変えられる。私のために踊ろう。いい子だ。愛しい舞姫。何が伝説のダンサー、事前芸術だ。彼女は狂ってやがる。ダンスを見るやつも狂ってやがる。あれは魔女、上流社会の玩具だ。俺の金を受け取ったんだ。今は俺のためにリスの舞姫。お前たちは俺の権力に逆らえない。踊れよリスの舞姫。踊れ。なぜ踊らない。最高の舞台を用意したんだぞ。お前は俺たちの舞姫だ。俺たちのために踊るんだ。もう踊らなくていい。行こう。君はもうおかしくなってしまった。これ以上踊らないで。全部君のために言ってるのに、どうして分かってくれない。彼がカーニバルに来たのは、あなたが彼を苦しめたからじゃないですか。私が彼を慰めたから、彼はもう私のもの。あなたにはあげません。それとも、あなたがそばにいてくれるんですか。あなたは彼らと違って、強くて美しく、それに一人ぼっち。私たちは似ています。私たちは同じです。愛してください。あなたが彼を愛したように、私を愛してください。行かないで、離れないで。帰ってきてくれ姉さん。誰が舞姫を奪おうとする。
奪わないで。我々を見捨てるな。人間に置いていくな。本物のハーメルがブラックリングの爆発後に入ったのであれば、最初の BR-001 に力を提供したのは誰？時間が動き出したのですね。私はあなたのことを覚えています。心の穴は埋められましたか？そうですか。よかった。彼らは観客。観客はまだ私を必要としています。舞台から離れることはできません。誰がどう片付けるんですか？みんなはショーを待ってここに残っているんです。もしその誰かは全ての痛みをここにいるみんなを慰めてくれるのですか？みんなはショーを待ってここに残っているんです。もし舞台が壊されたら彼らはどこに向かうと思いますか？大丈夫です。私はみんなのために踊れます。帰れば孤独ではなくなるのですか？孤独は怖くありません。だっていつもそうしてきたから。ここなら観客もいて自由に踊れます。
来てくれてありがとう。私は大丈夫だから帰ってください。仲間のそばに。ここは私が選んだ舞台、私の帰る場所です。いいえ、あなたたちは私の観客。一足先に終点へたどり着いただけなのです。皆、何もかも失います。皆同じように孤独なのです。楽園はフィナーレを迎え、この世界はもうすぐ終わります。私はあなたたちに感謝しています。身寄りもない私が漂白していた時、私を永遠に幕が閉じない舞台を与えてくれました。できない願い、叶わない夢、解けない苦しみ、残酷な現実。踊って踊って、ハーメル、あなたのダンスで私たちの願いを叶えて。ありがとう。彼女は何を言ったのでしょうか。また会えたら聞いてみたいですね。